イングリッシュドクター西澤ロイの5 minutes English。 Good morning everyone。 こんにちは、イングリッシュドクターの西澤ロイです。 5 minutes English。 このコーナーは朝の5分間で気楽に、そして楽しく英語のポイントを一つ学んでしまおうというコーナーです。まずはアメリカテキサス州から届いたニュースをご紹介したいと思います。アメリカにはパワーボールというロトくじがあります。先日キャリーオーバーの結果15億ドル、なんと1500億円という史上最高の当選金額の時がありました。テキサスに住む67歳の男性が当選を夢見て近所に買いに出かけました。しかし夜が更けても戻りません。警官などが捜索したところ、なんと工事現場にある2メートルくらいの深さの穴にすっぽりとはまってしまっていたんですね。ギャンブルだけに大穴に当たったということですね。さてこのニュースの英語タイトルは Not his lucky day。 Texan falls in hole on way to buy lottery ticket。Not his lucky day. Texan falls in hole on way to buy lottery ticket. 訳すと、ついてる日ではなかった。テキサスでロトくじを買いに行く途中、穴に落ちる。ロイター通信のニュース記事からご紹介しました。そして今日は、lucky という言葉について解説したいと思います。lucky という単語、日本語でも lucky と言いますから、難しいことは全くありませんね。これは形容詞で、もちろん幸運なという意味です。幸運を得たい方はぜひリピートしてみましょう。Lucky、Lucky。ではですね、幸運でした。これを英語で言えますか？私は幸運でした。I was lucky。特に難しいことはないですね。これも2回リピートしてみましょう。I was lucky. I was lucky. では、ちょっと難易度上げます。私はそれを知っていて幸運でした。これを英語で言えますでしょうか？私はそれを知っていて幸運でした。まず最初は一緒です。I was lucky. その後、それを知っていてという箇所は to 不定詞を使って後から補足します。I was lucky to know that. I was lucky to know that. そうやって言えば OK ですね。こちらもリピートしてみましょう。I was lucky to know that. I was lucky to know that. さて、多くの方がご存知だと思いますが、good luck。という表現がありますね。誰かに幸運を祈るときの表現です。これもリピートしてみましょう。Good luck. Good luck. では、ここで問題です。Good luck と言われたら、一体どう返事をすればよいのでしょうか？では、私があなたの幸運を祈りますので、英語でお返事してみてください。いきますよ。Good luck.はい、なんて返してくれましたか？ Thank you。 それもいい答えだと思います。でもここでぜひ一つ知っておいていただくといい表現があります。 Thank you の後に I'll need it、 I will need it、 つなげて I'll need it、 こう言えるとかっこいいですね。 Thank you、 I'll need it。 2回ほどリピートしてみましょうか。 Thank you、 I'll need it。Thank you. I'll need it. では、最後にもう一度私があなたの幸運をお祈りしますので、返してみてくださいね。Good luck! You have been listening to 5 Minutes English. お届けしましたのは、イングリッシュドクター西澤ロイでした。それではまた来週お会いしましょう。
See you next week. Bye bye.